皆さんどうも今回はジワン第19節柏レイソル対サンフレッチ広島について振り返っていきますので最後までお付き合いいただけると嬉しいですでは早速やっていきましょう、えー、サンフレなんですけどかなり苦しい一戦となったんですがそれでも勝ち切れる強さっていうのをだん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 と身につけてきているんじゃないかなと思います、まあ、プレッシングも空転させられながら保持の局面でもかなり苦しんだ一戦だったんですけど、まあ、チーム全体で,でなおかつ大阪選手を中心にやっぱり 防ぎ切ったっていうのは この勝利、本当に本当に大きかったんじゃないかなと思います。じゃあ、なんでサンフレッチェ広島が苦戦してしまったのか、これについて振り返っていきますので、まずはプレッシングの局面から考えていこうと思います。この試合なんですけど、なんでプレッシングがはまらなかったのか、ハマりづらかったのかっていうと、やっぱりサービオ選手やってる山田選手、彼らが内側に入ってくることっていうのがまず大きく挙げられると思います。まあ、その中で小山津選手やってる細谷選手、彼らが背後をうかがっていくことで、まあ、佐々木選手、塩谷選手がこのサビオ 山田選手に対応できないようなことを柏レイソルは押し付けてきたんだと思いますさらになんですけど、やっぱり純正のセンターハーフがいないことによってこの豊島選手、高峰選手に加藤選手、松本選手はかなりマンツーマンの意識を持って出ていく形が多くなっていきます、まあ、当然、ここの大橋選手、ビエラ選手、マルコス選手で、まあ、ここの豊島選手、高峰選手、ここを消している隠している状況なので、まあ、ここに早めに出ていってしまうと ここのサビオ選手やってる山田選手ここの対応をじゃどうするかっていうのは一つ課題として挙げられた一戦だったんじゃないかなと思いますでこの松本選手加藤選手が出ていったことによってこの山田選手関根選手サビオ選手ジイゴ選手ここに対して新井選手東選手が 対応していく形が多くなってくるんですが、まあ、ここの数的不利をサンフレッチ広島は押し付けられてしまいましたじゃあ何でこの数的不利を押し付けられたらきつくなってしまうかというと、まあ、例えばですけど 古賀選手に対して大橋選手がプレッシングに出ていったとき、まあ、ここに出ていったときには自、えっと、エゴ選手に対して新井選手が出ていく形が多くなってきますでそうすると内側に入ってくるサビオ選手、まあ、ここのエリアでじゃあ誰が対応していくかというのが1つポイントとなってくるんですが、まあ、先ほども言った松本選手が豊島選手までこういうふうに出ていっていることでなおかつ加藤美月選手もやっぱり アタッカーの選手なんでそのバランスの取り方っていうのは一長一短に手にできるものではないと思いますしだからこそ加藤選手は高峰選手まで出ていく形が多くなってきます。 でこうしたときにいつもだったらこのサビオ選手に対してセンターバックの塩谷選手逆だったら佐々木選手がガツンと出ていくことでここで迎撃を作っていくことができるんですがこの試合は柏レイスル小山内選手やっている細谷選手特に小山内選手なんですけど小山内選手が塩谷選手の周辺で塩谷選手を止めるようなプレーをしていたためなおかつ小山内選手が背後を取っていくようなプレーを選択していたために塩谷選手はサビオ選手まで出ていく形が難しくなっていました。 そうすると古賀選手からサビオ選手ないしはジ5選手経由でサビオ選手に届けられた時にここのエリアでかなり。 サンフレッチ広島はサビオ選手にボールを持たれてしまったなっていう印象を僕は強く受けました、まあ、一つ、プレスの基準をずらされたことっていうのはサンフレッチ広島からすると苦しかったんじゃないかなと思います、まあ、当然、この大橋選手が古賀選手まで出ていかない状況っていうのもあってじゃあどのような時に出ていかないかっていうとこのようにビエラ選手が古賀選手まで出ていく形で大橋選手はジェイゴ選手を管理していく形を取ったときにじゃあ何が起こっていたかというと 先ほどと同様に豊島選手、高峰選手には松本選手、加藤選手が出ていっているのでサビオ選手が大胆に内側に入ってくることが多くなっていきますでそうするとここのエリアでサビオ選手が浮く形になってくるんですがこれ何で浮くかというと新井選手はここまでついていくのかそれともここの小山津選手の背後のスペースを消していくのか、まあ、ここの判断が難しくなっていくからだと思います。まあ、だから、 新井選手がこっちまでついてくると古賀選手だったりナイしはジエゴ選手経由で一気に奥までボールを届けることっていうのは柏レースで積極的に行っていましたし新井選手がここについてこないならばサビオ選手に届けていくことでサビオ選手がフリーでボールを受けることっていうのは多くあったんじゃないかなと思います、まあ、サンフレッチ広島からするとこの小山津選手だったり細谷選手彼らが背後をうかがって塩谷選手、中野選手、佐々木選手彼らを止めてていたことによってサビオ選手 最初は山田選手の中央での起点、まあ、もしくはプレス回避の起点っていうのを作り出すことっていうのができていたんじゃないかなと思います。まあ、それでもサンフレッチェ広島は東選手、新井選手をしっかりと押し下げていく中で、まあ、ここでしっかり相手の攻撃を受け止めながら、まあ、プレスバックを待つことっていうのもできていましたし、まあ、プレスがはまらなかった時にしっかりと下がって前半は5 3 2のブロックを作りながら耐えていましたし、まあ、その中で耐えきった中で カウンターから攻撃っていうのもいくつか見せたところは良かったんじゃないかなと思います。で、保持の局面でも苦労していたのはサンフレッチェ広島です。じゃあなんで苦労していたかというと、ま,あ、まず、 柏レイソルのプレッシングが速かったことっていうのも1つ挙げられるんじゃないかなと思いますで。基本的にはやっぱ3対2の形をサンフレッチ広島は作り出すことができるんですが細谷選手と小山津選手、彼らのプレッシングがうまいんで、まあ、ワンサイドカットボールサイドに追い込むことっていうのができるようになっていきます。でここでもやっぱり 純正のセンターハーフがいないことで加藤睦月選手が前に出ていくことが多くなってくるので松本選手を消されたときなおかつ柏レイソルはウイングバックに対してサイドハーフを対応させることが多くなっていたのでここのバックラインを 動かすことっていうのはサンフレッチェ広島前半難しかったんじゃないかなと思います、まあ、このバックラインを動かしたときにこの背後のスペースをしっかりと取っていくのがサンフレッチェ広島なんですけど先ほども言ったようにウイングバックに対してサイドハーフを押し下げていることでこの細谷選手と小山田選手のプレッシングが速いことによってこの佐々木選手がせかされてボールを蹴る形っていうのは多かったんじゃないかなと思いますで松本選手もアンカーポック振る舞うんですが高峰選手と山田選手がしっかりとここを管理しながら マルコス選手、加藤選手、ビエイラ選手のパスコースを消していたので。 佐々木選手からすると、まあ、上,に上のパスを選択することが多くなってくるんですがこのビエラ選手のところで弾き返すことで加藤選手が前に出ていっているのでひっくり返されて豊島選手や高嶺選手山田選手にボールを拾われていく回数っていうのが多くなってしまったので保持が苦しかったんじゃないかなと思いますやっぱり早く攻撃に出ていけばいくほど跳ね返ってくるスピードっていうのは大きくなっていきますしそれが前半30分までかなり続いた一戦だったんじゃないかなと思いますそれでも途中から 前半30分あたりなんですけどマルコス選手がセンターハーフに入ってきたことによってプレスの基準と時間を管理してくれるようになってから見事にゴールを奪うことができていましたでなんで,ボなんでゴールを奪えたかっていうと先ほども言ったマルコス選手がプレスの基準をずらしたことによるものだと思いますじゃあどのようなプレスの基準をずらしたかっていうと、まあ、こういうふうに降りてくることで細谷選手と山田選手特に山田選手の守備のタスクを変えていましたでマルコス選手が こういうふういふに降りてきたことによって、まあ、佐々木選手とマルコス選手のここのやり取り逆だったら塩谷選手と松本選手のやり取りによってサイドハーフのタスクっていうのを大きく変えていきますでこれをマルコス選手が降りてきたことによって東選手だったら新井選手が高い位置を取れるようになっていきますでそうすると関根選手に対して瞬間的な数的優位っていうのを作り出すことができつつこの塩谷選手、中野選手、佐々木選手のところで呼吸ができるようになっていきます やっぱりサンフレッチェ広島はここの3枚の配球っていうのがかなり重要になってきてゴールシーンのように中野選手が対角に振ることができる選手なんでこの対角に振ったときに先ほど言ったこの列を上げているウイングバック、ここだったら東選手になるんですが東選手がしっかりと関根選手を引っ張り出した先の大橋選手の背後っていうのを見つけることができるんで1個ずつ野田選手、古賀選手、ジエゴ選手とセンターバックを。 バックラインを引っ張り出すことができてゴールが生まれたんだと思います、まあ、ここのやっぱり列を上げて数的優位を作っていくだったり瞬間的な数的優位の作り方ができたのはやっぱりマルコス選手がセンターハーフに入ってきたことによって、まあ、彼の時間の作り方だったり時間の管理の作り方だったり、まあ、プレースの基準をずらすっていうプレーが かかなり効いたからだと思いますだから前半の残り15分っていうのはかなり効果的に保持を作り出すことっていうのができていましたしそれを作り出したことによってゴールが生まれたんじゃないかなと思いますでリードして折り返したサンフレッチェ広島なんですけど後半から7選手を入れて東選手を中盤に東選手をボランチにコンバートしますでこれどのような意図があったかというと、まあ、微調整として やっぱりサビオ選手、山田選手彼らに対して松本選手、東選手をつけていくことをまずは微調整として行っていきますで、大橋選手、ビエアラ選手、加藤選手彼らで豊島選手、高峰選手を 隠し切ることで関根選手とジイゴ選手、彼らに対して新井選手と七選手を押し出すことを行いたかったんだと思います、まあ、だから、かなりサビオ選手と山田選手がボールを持ってくる回数っていうのは少なくなっていましたし、まあ、この立ち上がり10分15分のところでゴールを奪うことができればもっと楽に試合は進められたんだと思いますけど、まあ、この七選手が入ったことによってでなおかつ新井選手もしっかりとウイングバックが。 バックラインまでまず下がることでこの下がった先でそこからプレスに出るのかそれともステイして吸収するのかっていう判断はやっぱり七選手上手だなと思いますし、まあ、そこをうまく作り出しておいて耐え切れるような耐えきって勝ち点3を取れるような後対策だったんじゃないかなと思います、まあ、この微調整によってこのサビオ選手山田選手のところに東選手、松本選手を対応させることができていましたし大橋選手、加藤選手が戻れば5 4 1のブロックを作りながら 対応すること、でクロスからのボールを弾き返すことっていうのもできていましたし、本当にこの一戦は大きな大きな勝利だったんじゃないかなと思います。サンフレッチェ広島はかなり内容的に圧倒されて苦しい一戦だったんですけど、この耐えきったっていう事実は後に絶対大きな自信になると思いますし、負けた後にすぐに勝ち点3を、負けた後にすぐに勝利を取り戻せたっていうのは本当に。 良かったんじゃないかなと思います、まあ、9連戦の7戦目だったんですけどここまで6勝1敗とかなり調子のいいサンフレッチェ広島なんであと2連戦アルビレックス新潟戦と川崎フロンターレ戦ここも勝ちきって6月を乗り切りたいなと思います、まあ、そのためにしっかりと応援していこうと思いますはい本日も長々と喋らせていただきましたが今日はこの辺りで終わろうと思いますチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ